ックスを世界のスーパーカーと対戦させたビデオが話題になっていました。対戦するのはいずれも世界トップクラスの加速能力を持つランボルギーニアベンタドールとフェラーリ458スパイダー。価格面で圧倒的に安い NSX の加速能力と比較してみようという企画です。ホンダアキュラ NSX VS ランボルギーニアベンタドール。加速能力を示す結果に海外からは多くの驚きの声が寄せられていました。日本が1位、イタリアが2位、日本の勝ち。検証してくれてよかった。どちらかわからなかったからね。 NSX が復活を遂げてくれてよかった。さて、購入のための計画を練らなくては。ランボが勝つと思ってたのは認めるけど、俺は心からのホンダ好きだからすごく誇らしい。装備に違いがあるのはわかるけど、それでもハイブリッドがランボに勝つなんて。重量差はほとんどないのにランボのパワーははるかに大きいから不思議だね。ランボのローンチコントロールはマジでひどい。スリップが全くなくて重たい感じ。ローンチコントロールを使ったとか、それぞれの車の状態とか情報がもっとあれば役立ったかも。ランボルギーニのトラクションコントロールがスタートで邪魔してるように見える。アベンタドールがホンダに負けるなんて夢にも思わなかった。エキゾチックな車を買えるならポルシェ、ランボ、フェラーリより NSX、レクサス LFA、日産 GTR にするね。単純に日産、トヨタ、ホンダの方を信じてるから。NSX の方が出だしが遅いよ。電動モーターとターボの組み合わせはやばいね。一瞬でパワーが入るのは驚くことじゃない。かっこいい車だけどね。にわかには信じがたい。可能なら結果を確認するためにもっとレースする必要がある。 NSX は過小評価されすぎだよ。 NSX のスタイルがいいね。ランボやフェラーリは絶対に手が出ない。2014年式ブラックの GTR に乗ってる。 NSX とスカイラインも大ファンなんだよ。アキュラはホンダだから。ランボがフォルクスワーゲンであるように。だからシビックとゴルフでやっても結果は同じ。この NSX はかっこよすぎる。職場に新型 NSX を買ったばかりだよ。白と赤のインテリアが感動的だね。タイプ R は一体このレディたちに何をしてくれるんだろう。ドライバーのスキルも疑問点に加えないと。 NSX を手に入れるのが楽しみだ。 GTR と NSX でやってくれない？一体何の仕事をしてるの？最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。